Alright, everybody, Steve Ryan Cat です。今回もプリズンアーキテクトプレイしていきましょう。前回はですね、こっちの方もちょっと拡張したと思うんですけど、忘れてしまいました。アップデートだったっけな。いや、アップデート2つ前のエピソードだったか。ド忘れしました、すいません。まあ、とにかく続きやっていこうかなと思います。相変わらず木材の方がたくさんありますね。あ、そっか。木材の方やったのかな。確か40分ぐらいの動画撮ったんですけど。まあ覚えてないから仕方ないですね。でもういっぱいなのか、木材の方が出荷されてってますね。普通にもうこれ以上置けないんでしょうね。床いっぱいだからな、まあ、すんごいなんか緑の匂いがしそうですね。よいしょと。で出荷されていきましたね。まあ、大してお金なんないでしょうけど。はーい、1550入りました。で、ですね、ちょっとオフカメラの方で、こっちの方もちょっとだけね、手の方を加えました。どんどん、セルの方を伸ばしていかない、伸ばしてじゃなくて、増やしていかないとですね、まあ困るんで、どんどんやっていこうと思います。目指せよ、目標400人というところでしょうか。まあ500人までね、想定してるみたいですけど、1000人とか、あるんでしょうかね。さすがに1000人までいったら結構大変そうですけどね。で、28人スタッフが疲れているっていうわけですけど、なかなか休憩しないんですよね。おお、584入りましたね。まあ、結構、いろいろ変えますよね、それで。ただ、どうしようかしら。っていうところなんですよね、もう。やることないんですよね。スタッフの方も増やすに増やしまくったし、あとはドッグハンドラーの方もやっと買おうかなと思うんですけど、まあ、こっちの方も同じようなことばっかなんですよね。はあ。まあ、グラントの方もちょいちょいやっていきたいなと思うんですけど。そういえば、プログラムの方で。ああ、ジェネラルエデュケーションクアリフィケーションの方もちゃんとやってますね。オッケーオッケー。グラント、ロングタームインベストメントか。あ、これは最初に投資してから5000円じゃなくて5000ドル最初に払って、時間が経つと1万6000くるって感じかな。まあ、じゃあやりますかね。多分時間が経てば勝手にやられると思うんですけど。さてと、また新しい囚人たちが9人来ますね。これでさらにお金が余裕ができるというわけですね。リッチマン、リッチリッチリッチマンね。まあ序盤であんなにお金苦労してたんですけどね、今となっても100ガードが100人以上いますからね。100人以上って言っても100人なんですけどね、ちょうど。で、他のスタッフは20とか15とかかなりいますからね。暇っちゃ暇ですね。で、また584ドル入ったと。カーモン、まだ来ないか。いや、こっちの方もそろそろやっていきますかね。おっと、パイプの方もつながれたのかな。まだか、トイレの方入ってないよね。パイプの方とかもやって、こっちの方も作ってるんですけどね。とこことこことここですね。最初ですね、作ってる間にあれ設計ミスったかななんて思ってちょっと心配でしたよ。あ、そうだそうだな。うん、ガードパトロール、こうまっすぐ行ってもらうかな。よいしょと、こんなもんかな。で、ここのパトロールも消して、こうまっすぐやっていけば効率いいんじゃないでしょうか。よいしょと、これでどうだ。これで結構こう効率よくなるんじゃないかなと思います。まだねえ、ガードの方は100人もまだ47人ストックありますから、いろんなところにね、まあ持っていきますから。あと、こっちの方もドア置いときましょうかね。ポンクポンク。あと、ここか。よいしょと、
さてこれで300人超えるかな。超えると嬉しいんですけどね。あとこっちの方も終わりましたね。ちょっとコピーしていきましょう。よっと、次は右側のサイドの方も作っていきましょう。よいしょと、まだまだお金の方は余裕ですね。 OK でだ、次はこっちの方だけど、これはこっからコピーすれば問題ないですね。よいしょと、これで完成ですね。あとここの方やってなかったわ。完成じゃなかったや、すいません、嘘つきました。これとこれで OK だ。これでですね、こっちみたいにミスすることはないんじゃないかなと思います、トイレが。いやー、トイレね、ちょっと邪魔くさく感じるけど、まあ仕方ないね。で、みんな飯の方食いに行ったから、セルブロックの方もやっていきましょうか。っていうか、めんどくさいな。これは、シェイクダウンでやっていきましょう。これでガードがまあ結構またいるんで、引っかかってもですね、ちょっと早くなるんじゃないかなと思うんですけど。おお、エクスポートで1200と、でキャッシュフローが644に増えましたね。すごいですね、これ。さて、シェイクダウンで、おお、もうほとんど全員、まあ、一気に調べてるって感じですね。圧巻ですね、これ一気に見ると。ポキュッポキュッキュポキュポ。でこれ1133個もあるのか調べないといけない場所、まあ、習字の方も231なんでしょうけど、どうしようかな。本当お金余裕あるから、まだまだガードの方雇ってもいいんだよな。そうすることによって、まあもしね、万が一のことが起こったとしても、まあ普通に対処することができますし。あ、ライターあったわ。ライターな、ライター持たせてると火事が起こる可能性がありますからね。あ、でもあんまりないね、みんな隠して持ってるもの。結構もっとあるんじゃないかなと思ってたんですけど、スプーンも7つだけですね。いつもなんか100個じゃなくて100個近いんですけど、あらあらあら。まあ、ところどころにメタルセッサーを置きまくったからかな。それが功を奏したのかは分かんないですけど。よいしょと、あとはユーティリティじゃなくて、オブジェクトの方で。メタルディレクターの方もね、置いていきましょう。毎度忘れてしまうんですよね。メタルディレクター置くってのを。あれ、どこだっけ ?Why are you?メタディレクター、Where are you? あった。よいしょと、ここと、ここ。あと、ここの場所ですね。よいしょと、これ OK。で、ユーティリティで、つながってますから大丈夫ですね。で、入り口が必要だって書いたんですけど、あれ、入り口置いたんだけどな。あれ?整備したからかな。まあこういう時がですね、まあちょっとお金かかんないと思うんですけど、もう一回こうやってやればですね、いけると思ったんですけど、こうで扉があるから、あ、ちゃんと直りましたね。まあこれ最初全然建物が立たなくて、あれどういうことだって悩んでたんですけどね。まあ、フォーラムの方にこうすれば治るよってなかったんで、まあ、皆さんもですね、まあ、同じような問題があったら多分これで治ると思います。あともうちょっとでシェイクダウンおしまいですね。まあ、相変わらずこいつらが壁に引っかかって進まないのか。まあいいや、シェイクダウンじゃ消しておきましょう。
おおおおおお、これはすごいな。お前ら入り口に邪魔すんな。これ壁壊してもう扉じゃない方がいいのかななんて思ったりしますね。で今日もいい飯と。あれでも2日にわたってすんごいなんか低クオリティな飯あげてんだけど、なかなかグランド成功しないね。わけがわからないや。次の日になったら、あーでも2日なんだよな。あーちょっと待った、1日に3回飯食わせないといけないのかな、もしかして。その可能性あんな。まあいいや、じゃあ朝の5時に飯にして、間違えた、スリープ、スリープでシャワーで飯の時間と、これでどうかな。多分これで良くなるんじゃないかな。あー 2% って来ましたね。Serve three good meals for two days。 で、ロングタームインベストメントの方が140時間って出てきましたね。結構長えな。まあ、5000ドルが1万6000になって帰ってくるってのもなかなか美味しいんですけど、ぶっちゃけもうここのエクスポートでもうねえ、全然ありがたみがないというか、なんというか、邪魔くせ。普通の木が邪魔くせえな。これカーペンターオンリーのワークショップにした方がいいのかな。そうした方がいいような気がしてきたな。1234567891011121314151617181920212223242なんだよな。だからちょっと4人っていうか4人、まあ4つオーバーしてるんですけど、20でこっちの方は1234567891011121314か。この層の方を増やしていくかな。電力の方はまだまだ大丈夫ですね。じゃあオブジェクトの方でワークショップ層の方をこっちの方に増やしていきましょう。これ6000の投資ですけど、また作業が早くなるといいんですけどね。まあ、カンペーターの方をとにかく増やしたいですね。プログラムで、まあ、カンペンタリーの方今4人ですね。朝と午後の部と、朝と午後の部もねえな。まあ3時から5時かで、5時から7時と、まあ、プライベートネスみたいな形になってしまってるんですけど、があるんですよね。あそうだ、あとすっかり忘れてたけど、ここにも一応 CCTV を置いとくか。いつもガードがいないからね。まあここの方も新しく足したんだからね、ちょっと役に立たせましょう。でまあ、みんな飯を方を食いに行くというところですね。朝飯だよお前ら。ちょっとストレスが溜まっていってるのが心配ですけど、まあ、すぐにね、いつも通りのレシグラントが終われば いつも通りのあれに戻そうと思います。まあなんていうんですかね、健康のためにも朝飯食べないといけないってよく言われてますからね。まあリアルに考えたらこれが一番理にかなってるのかもしれません。まあみんなすごいストレス溜まってるみたいだけど、あでも大丈夫だな、溜まってって言っても全然大丈夫だ。45人結構かなり不満を抱えているみたいだけど、ニードの方を見てみると、まあ飯か、まあ、飯今みんな今バリバリって食ってから大丈夫だと思うけどね、と思ったらちょっと食いっぱぐれてるやつが結構出てきたな。で自由時間でまあね
思い思い好きなことやっていくと、まあ、1時間だけだからみんな急いで好きなことやった方がいいぞ。その後は仕事がやって入ってくからな。で、囚人たちが新しく9人だったかな。いや、これ20人ぐらいいそうだな。13人、15人ぐらいかな。ちょっと見るの忘れてたわ。まあ結構また入ってきましたね。と思えばもう252人超えてますね。Das ist nicht gut. ということでちょっとこれプリズナーの方、受け入れ拒否します。で、扉の方もそろそろおしまいですね。 OK。 あれ、なんでパイプの方こっち、はあ、付け忘れか。まあ、パイプの方もこれで通うと思うから、ジェルドアの方もねパパッと置いていきましょう。おや、これでさらにまあ入る人数が増えるということですね。まあ囚人たちもねここに入ってくあまり不満がないみたいですし、国の方もですね、囚人たちが入るところも増えて、私もお金が増えて、囚人たちも仕事がね、仕事というかスキルを身につけることができて、みんなハッピーですね。やったれ、タイちゃん。みんなハッピーになるよ。で、鍵の方が出てきたと。どっから持ってきたんだよ、お前は。で、これで270になってきましたね。じゃあ、これで受け入れましょうか。で、次の日に13人ですから。ま、余裕ですね。おーおー、283人に。おー、すんごい増えてきますね。これは美味しいですね。で、こっちの方も完成していけば普通に。おー、300超えましたね。わーお。正直、ここまで増えるとは思っていませんでした。ちょっと電力がやばいんで、こっちの方もね。拡張していかないと。キャパシタ3つほどやっとけばいいかな。で、思えばもうブレアクラッシュやることないんだよな。全部やっちゃったから。セキュリティもアーマリーもエデュケーションもヘルスも メンタルヘルスもメンテナンスもな。弁護士がいなくなったっていうのが寂しいな。まあ、完全に役立たずだったからね、仕方ないと言え仕方ないんだろうけど。あ、そうだ、あとはね、忘れずにちょっとこっちの方も芝生の方置いてって、置いてくってのも変ですけど、まあ、植えてっていきましょう。まあ、皆さんのね癒しということで。まあ、こんなことにお金使ってないでね、拡張したいなとは思っているんですけど。あれ、これも電力必要なのか。マジか、意外と結構必要だね。いや、これで電力の方も通ると思うんだ。ワーカー結構、まあ、持って遊んでっちゃ、遊んでっかな。まあ、定期的に、まあ、働かせていきたいなと。そして電気の方もね、拡張されたと。で、こっちの方にお前は相変わらず、引っかかってばっかだな。これ引っかかるのがどうにかなんないんですかね。結構めんどくさいというかなというか。あと、こっちの方でもいつの間にか気づいたらガードの方がね、囚人の方両手で肩持って、なんであんた罪を犯したんやみたいな感じでガクガクガクって右左にね、まあ、回してますし。思えばこっちの方にも止まったらガード行ってんのか。パトロールこ、まあ、たくさんいるからこっちの方に置いとくか。内科図木材の方がたっぷりとありますね。木材の進撃みたいな。うわー、大変だ、木材が攻めてきたぞ。どんな B 級ドラマだよと。ドラマじゃなくて B 級ホラーだよなこれは、よと言いたくなりますね。みんなボードの方もせっせっせっせと切ってってくれてんだけどな。
あんまりなんか金稼いでるっていう気がしなくもないんだよな。一応ベッドの方も売ってくれてるは売ってくれてんだけどな。でまたなんか漏れてるぞ。汚ねえな。これオイルか。色的にもなんかあの工業用オイルにも見えなくないんだけどさ。で緑の芝生があるおかげで結構見た目も良くなってきましたね。やっぱり癒しは必要ですね。で何やかんやでまた7925になりましたね。で8727、毎時だいたい1800ですね。1000じゃなくて。で、あれなんでまたここドアがないんだ。プレデーン。でこれ306ですね。あとこっちの方も電力流し、おっと通していかないと。あとパイプですね。パイプの方も伸ばしていきましょう。すごい。で、あとこっちの方もか。これでどうだ。 OK。 でまたドリルが見つかっていると。お前らドリル持つなよと言いたくなりますけど、まあね、盗み癖は強制できないですから、このゲームはだ。どうしようもないですよね。で、またスポーンがみんな持ち運んでいると。いい加減にしろよ。で、犬の方がすんごい活躍してるな。マーカーがなんかポポポポって出てくるのがかなりシュールですね。で、こいつはなんかすんごい頭振ってたね。みなぎってきたみたいな。よし、電気の方も流れ始めてきましたね。まだまだ入れていかないといけないですけど。で、お前またか。ちょっとずつ動いていないじゃねえかよ、よく見えても。フーじゃねえよ、フーじゃ。こっちの方がフーって言いたいよ、もう。あれ、あ、やっと来たね。オッケーオッケー。これで307人になりましたね。さらに50人と。ほほほうほほほう。オッケーですね。あとはこっちの方で。失礼。またね、作ろうと考えていますと。わ、今回超見どころがねえな。ちょっとあのレジメの方いじってグラントの方やりてえなみたいな考えてたんで、あんまり見どころなかったですね。すいません。はあ。次何しよっか。まあ、さらに拡張っていうくらいかな。こっちの方に作っていって、であとはまあマックセキュリティの方もとにかくあの増やしていくっていうかことぐらいですね、本当に。もう、まあ、いいや、今回ここら辺で終わろうと思います。まあもしかしたらね、こっちとこっちとかに拡張していくのがいいかもしれないですね。こっちの方に前に拡張するって言ってたんですけど、ぶっちゃけ木材こことここだけでもすんごい十分ですので、やらなくてもいいですね。まあ囚人たちの住むところをさらにでかくするということで、まあ、超大型の方をですねこっちに作ってみるのも面白いかなと思います。ということで、まあ今回ここら辺で終わろうと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。では次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。